はい、皆さん、えー、こんにちは。はい、本日もですね、もうね、いろんな色のシャツをね、着回しているような、えー、アジアのケイちゃんです。えっ、ー、と、言ったようなことでね、本当にね、毎日なんかね、いろんな色のシャツ着てるな、みたいな感じなんですけども。はい、えー、まあ、シャツはいいんですけども、今回の話題なんですけども、 ちょっとね、久しぶりにね、政治の話をしようかなというふうに思いました。というのもね、えー、この一本前の動画で、まあ一本前の動画はね、皇室関係のあの例の、あの、経験不採というかですね、まあポンコツ経験不採の話をさせてもらったんですけども、えー、今回はね、ちょっと今,今言いましたように、このね、政治の話題、えー、というのもですね、その一本前に上げた動画もそうだったんですが、本日の文春法でね、 えー、この今現在の、はい、増税メガネさん、キッシー政権に関してもですね、ちょっとね、非常にね、目を引くような記事があったんですね。いやー、こんだけね、自民党内がですね、ごちゃごちゃというか、ぐちゃぐちゃしててですね、どうして政権与党なんですかね、はっきり言ってこんなんでね、まあ、あの、総選挙どうもね、ないような感じになってきましたけども、はっきり言って選挙なんかしたら大変だよ、みたいなね。 もう本当にね、あの、なんていうの、与党内がもう自民党の中がぐちゃぐちゃといったような、非常に目を引くような記事があったんで、ちょっと紹介させてもらうのとともに、もう私の感想も含めてね、お話ししたいなっていう感じです。はい。はい。でですね、ちょっとね、またね、えー、画面を変えましたけども、えっ、ー、とね、なんかね、非常に面白いようなね、えー、なんか調査があったようなんですね。えー、なんか、ね、産経新聞と FNN がなんか合同調査をして、 今現在次の首相にふさわしい人は誰ですかみたいなそういったアンケート調査をね、世論調査を行ったようなんですね。でですね、1位は、まあ、結果から言うと1位はね、えー、石破さんだったらしいんですね。石破茂さんだったようなんですけど、まあ、元幹事長のね。まあ、今現在石破さん、あれですよね、えー。フリーですよねむしろ。まあ、マーバツですよね。まあ、といったね、石破さんがね、選ばれたようなんだけども、 まあ、そのね、選ばれたような石場さんが、そのね、今現在のキッシーさんに関してですね、ギャンギャンギャンと言ってたと、言っていたようなことがちょっといろいろ書いてあったんですね。まあ、なんかね、この調査も面白いですよね。というのは、次の、えー、首相首相にふさわしい人、今現在、 え、ね、臨時国会が開かれてですね、えー、実際に国会答弁の中でも、今現在皆さんもよくご存知のですね、えー、所得税減税に関してね、話はされているような中で、にもかかわらず、次の首相なんていうことで、えー、世論調査が行われちゃってるわけですよ。いかにね、 え、まあ世の中というかですね、日本の中では、もう岸さん大丈夫ですかもう早くやめろよみたいな、そういった声が大きいかっていうことの裏返しだと思いますね。はい。でですね、石破さんが何を言ってたかというと、ちょっとね、その部分そのまま読みますけど、ここ数年ぐらいでね、収入,収入増の大企業が非常に多いと。で、えー、当然その、えー、まあ収入増の大企業があれば、政府の税収は非常に絶好調ですというようなことで、ここ2年ぐらいね、 え、税収もトータルで70兆円、71兆円を超えてるみたいな話なわけですよ。にもかかわらず、何、サラリーマン増税みたいなね、早くトリガー条項発動しろだとかっていう話なんだけど、まあ、ちょっといいですけどね。で、えー、それをね、結局ね、防衛費だとか少子化対策に当てりゃいいんじゃないのと。税収絶好調だからそれを当てりゃいい,いいだろうと。 ね、今現在その所得税減税、要はね、響きがいいもんだから選挙対、やっぱり選挙対策だな、みたいなね。増税メガネと言われたくないが故に、上えに言ってるんじゃないんですかっていうような話なわけですね。そういった中で、そういったね、えー、まあ、あの、増、税収増の、えー、そのですね、お金を防衛費に使わずに、結局は最終的にまた増税をして防衛費等を賄うんじゃないんですか、そうでしょ。 みたいなことで、それは不思議だね、みたいなことを石破さんが言っているわけですよ。まあ確かに言われてる通りだよね、本当にね。えー、というような感じですよね。もうさ、あ所得税ね、減税するうんぬんって言ってね、やっぱり世の中のね、えー、皆さんも同じだと思いますけども、世の中の世論としては、まず消費税だろうとね。 えー、実際にその所得税減税もね、まあ目安は1年とか言ってるけど、大体所得税なんか減税してね、それこそね、えー、多少の減税をしたからと言ってもですね、結局、まあそれありがたいですよ。それはね、えー、手元に入るお金が多少なりとも増えるけども、ただ例えば1年を目安みたいなことを言ってて、それでどういったような経済効果が出るんですか非常に疑問ですよね。やっぱり経済効果として一番が出るのは、えー、消費が活発になるのは、何と言っても消費税でしょうと。ね。 でも、えー、もう絶対消費税減税だけはしない。ね。あの、補助金に関してはどんどんばらまくぞ。でも、トリガー条項は発生させない。みたいなね。どう考えたって矛盾だらけですよね、皆さん。て思いませんかっていう感じですけどね。まあ、そういった中で、この政治部の記者の人が、やっぱりね、本人はね、増税メガネ、なんか増税クソメガネとかって言ったもんになってるんですか、最近ね。まあ、それ非常に気にしてるみたいですよ、ということはね。えー本、本人がね、 まあ政治部の記者がこんなことをね岸田さんが言っていたっていう話ですが「えーね、俺は増税なんて一言も言ってない」と言ったことで不満だらけみたいよ。<laughs> だってさ事実増税に関わりのことやってるだろうみたいな感じなんですけどね。ね要はそういったようなことで増税メガネ非常にこのあだ名やだなということで、えー、そのイメージを腐食したいといったような、えーまあ、キッシーさんといったようなことで。 まあ、片やということなんですけど次のページですねはい、えー、先日行われた補欠選挙、えー、徳島高知選挙区はね、えー、もうね野党がまあ予想通りというか圧勝でしたねで長崎においてはねなんとか自民党がなんとかですねなんとか、えーまあ、勝ったというようなことでまああの数字だけ見れば一生一杯的な話ではありますけども 要はね、えー、今言ったように、えー、長崎においてもやっとの、えー、やっと勝てたみたいな感じなわけですよ。要はね、えー、まあ内閣改造を行いましたけども、あの内閣改造、ね、女性を5人入閣させてみたいなね、あの、えー、内閣改造も結局は予想通りの失敗だったっていう話だよね。まあそりゃそうでしょうと、そりゃそうでしょうの代表格が次の方なんですけど、写真も貼っときましたけど、やっぱりドリル優子さんだよねっていう話だよね。 そりゃさ、ハードリスクにドリルで穴開けてさ、その説明もせずにね、えー、今現在もさ、えー、何、センター委員長ってことでね、はい、この選挙対策委員長としてのね、お仕事がいろいろあったみたいですよってことで、いや、文春を挙げてたんですよ。でね、えー、このね補欠選挙においてもですね、えー、例えば徳島県連ではね、<laughs> それこそですね、県連の方が,な方が応援に入ってほしくないっていうふうに言ってたようですよ。 まあいろいろね噂がある。だってさ、えー、自分の親族のね、えー、団体に対してさ、ね、えー、政治資金流用してるっていうようなことも最近でもね、いろいろ暴露されてるでしょ。なおかつさっきのドリル事件に関しても説明していないわけですよ。まあといったようなことに関して国民が到底納得できるんですか。でも、えー、選挙対策委員長。 っていうことなんですよね。でもその選対委員長に関して、え県連の人たちはね、もうね、応援に入ってほしくない。なんやそれみたいな。これだけ見てもですね、どうなってるの自民党みたいな感じですよね。でですねなお、なおかつですね、その長崎県連のね、この佐世保の方では、なんかね、対面をしたその地元の市議がね、言っていたっていう話なんだけど、要はね、小渕さんに関しては、 もう市役所だとかね、それこそね、公演組織を本当にさらっと回っただけで、もうマスコミは全てシャットアウトして、でですね、えー、本当だったらね、えー、なんかね、16日から18日、先月のね、16日から、あ、ん今月、今月か、16日から18日がね、勝負と考えていたんだけれども、ただしですね、えー、小渕さんが来たのは翌19日、あまりにもね、 ピントズレだねと遅すぎるねみたいなね。はい。そういったようなことを、えー、市議の方が言われていたということで、どう考えたとしてもね、選挙対策委員長としての機能が果たせていないといったようなことで、やっとですけど自民党の党内からもね、えー、疑問を提示、えー、するような会議的な声がやっと上がってきた。遅いよっていう感じだけどね。まずそういったようなことを、 あの、選対委員長に任命する前にキッシーさんがちゃんと考えなきゃダメでしょみたいな感じなんだけど、遅すぎるよみたいなね。えそんな感じの自民党の党内っていうことですね。はい、次のページ。もうね、この記事私最初見たときね、本当に自民党の中ドロドロすぎてねっていう感じで、どう考えたってもう点々バラバラ。ね。えー、それでいくらね、所得税減税うんんなんて言ったって国民に響くわけないよっていう感じです。 で、方やですね、はい、この方出てきましてよ、茂木さんということで、まあね、えー、はい、次の総理大臣本当みたいな話ですけども、まあ政治部のデスクがね、えー、まあいろいろね、茂木さんとなんか話したようなんですね。そこで出てきた茂木さんの話。例えばね、 まあ茂木さんというとね、あんまり、えー、ちょっとね、キッシーさんから言うとね、ちょっとお前、こっちに行ってろみたいな形でね、で、幹事長が、えー、またね、また幹事長の職からね、えー、外さなかったみたいなことも言われておりますけども、ね、自分ね、一方、記者に対してね、一方的な記事書くんじゃねえよ、みたいなね、えー、総理との、ね、関係は悪くないんだ、みたいなことを言っていたらしいんですね。かたやですね、本当に親しい記者に対しては、俺に注目した方がいいよ、ね。 とといったようなことで、どうも気分はもう総理大臣みたいなね。もうこれだけ見てもめちゃくちゃやね。本当にね思いますけど今の政権めちゃくちゃだと思いますよ。といったようなことですよね。はい、えー、なおかつですね、これもちょっとね、えー、この記事見させてもらってびっくりしましたけど17日にですね、の朝に自民党の役員会があったようなんですね。で、通常こういったような自民党役員会って言えば、党首の岸田さんが まあねこれ9時33分ぐらいにね入ってきたらしいんですけども当然ですね他のメンバーの方々は総理大臣が入ってくる前ね自民党党首が入ってくる前にですね実際は <laughs> あの待っているで、えー、岸が来たらいろいろ議論になるっていうのは当たり前なんだけどもなんとこの席にですね茂木さんが遅刻をしてきた。 まあこれどれぐらい遅刻とは書いてないんだけどね。かなりの時間どうも遅刻をしてきたようで、なんかしらっと入ってきたらしいんですよ。それを当然ね、周りのメンバー見てるわけですよね。他の党員の方とか見てるわけですよね。まあこんなことで総理大臣を待たせるね、幹事長がね、なんていうのはまさに前代未聞みたいなね。えー、ことでいかにもね、キッシーさんの求心力というか、党内での求心力も相当落ちてるな。 といったようなことを改めて認識させるような事件がありましたっていう話なんですね。はい。といったようなことでね、やっぱり本日の分身法というか、え電子版には出ております。この記事に関しても、ちょっと一本前でね、お話をさせてもらった、えー、あの例のね、経 k 不足の話とともに出ておりますので、明日の分身法、ぜひご購入くださいみたいな感じですね。まあ、いずれにしてもまたね、これに関してもね、あの本当かいつまんだ部分しかお話しておりませんので、 えー、他のねなんか二階さんの動きだとかそういったようなこともいろいろ出てるんでね、えー、そこら辺もちょっとね、えー、見どころあるかなっていう感じです。はいといったようなことでですね、えー、もうね何もどうしようもないわねはっきり言ってねまあこういった中でねあのさっきの補欠選挙のね結果を受けてどうもね総選挙ね、えー、来月行われると言われていましたけどもどうもねないんじゃないかなっていう感じになってきましたけどね。 まあ、といったようなことで、今回ね、いかにもですね、自民党の中、もうぐちゃぐちゃすぎるみたいなことをね、ちょっと私もこの記事に関しては非常に目が行きましたので、皆さんにもシェアをさせていただきました。はい、ありがとうございました。バ,バイバイ。